皆さんこんにちは。本日はお暑い中ご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまからボッカレモン消防音楽隊によるキラッとブラスコンサートを始めさせていただきます。このキラッとブラスコンサートは市民の皆様と消防の触れ合いの場として毎年5月、6月、7月と各1回行っており、今回はその第3回目となります。多くの方々に喜んでいただけるようさまざまな曲をご用意いたしました。1時間ほどのコンサートではございますが、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。演奏の前に音楽隊のプロフィールを紹介させていただきます。ボッカレモン消防音楽隊は名古屋市消防局の直轄のバンドで、昭和33年12月に名古屋市消防音楽隊として発足し、平成28年4月から国家札幌フード&ビバレッジ株式会社とネーミングライツ契約を締結し、ボッカレモン消防音楽隊の愛称で活動しております。全隊員消防職員で構成しています。指揮は隊長の牧義行消防司令長です。演奏を通じて防火、防災、救急と消防各分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。近年では小さなお子様を対象に小学校や幼稚園、保育園での防火防災教室を行っております。演奏に花を添えますカラーガード隊は昭和62年に発足し、名古屋の花、ユリにちなみリリーエンゼルスと命名し、活躍の場を広げています。さて、演奏の前にお願いがございます。写真撮影およびビデオ撮影は演奏演技の妨げや他のお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。皆様大変お待たせいたしました。それでは早速お聴きください。続きまして2曲目はコパカバーナです。この曲は1978年にバニー・マリローが発表した楽曲で、コパカバーナの大元の由来はブラジルのリオデジャネイロ市にあるコパカバーナ海岸なんですが、曲中にはその海岸ではなくアメリカ・ニューヨーク市のナイトクラブコパカバーナでの出来事が歌われています。またビルボード誌で8位を記録し、1979年グラミー賞の最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞も受賞しているんですよ。確か2006年にはキャメロン・ディアスが出演するソフトバンクモバイルのコマーシャルフィルムソングに使用され話題となりましたよね。はい、それではコパカバーナでラテンのノリを楽しんでください。どうぞ。
コパカバーナをお聴きいただきました。さて3曲目はディズニーといえばこの曲というすごく楽しい曲をお届けいたします。この曲は小さな子供から大人まで一緒になって踊れる曲で、ディズニーランドやシーに行かれたことのある方は絶対耳にしていると思います。ですね、私何を隠そうディズニーがとっても大好きで、毎年少なくとも年に1回は行ってるんですけど、もしかしてみんなが大好きなあの曲といったらジャンボリミッキーじゃないですか。大正解、その通りです。私も子供と一緒に何度か一緒に踊ったことあるんですけれども、すごい楽しい曲ですよね。ですよね。私もよく子供と一緒に踊っています。それでは会場の皆様にも手拍子で盛り上げていただきたいと思います。それではジャンボリミッキーをお聴きください。どうぞ。楽しかったんですが、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。一瞬ディズニーランドにいるのかと思ったくらいです。実は何を隠そう、私司会をやっているんですけど、いつも後ろでこっそり踊っているんです。気づかれた方いらっしゃいましたか。気づかれた方あ、いらっしゃいます。ありがとうございます。それではね、次の曲に行きたいと思いますが、次の曲ができる、準備ができるまでもうしばらくお待ちください。さて続いての曲はドイツの作曲家アドルフ・シュナイダーがクラリネットとピアノのために作曲したインマークライナーという曲をお届けします。インマークライナーというのはドイツ語でだんだん小さくという意味なのですが、何が小さくなるのか分かりますか。会場の皆さんどうでしょうか。
私はですね、何が小さくなるのか全然想像できないんですけど、まさか音ですかね。いやちょっとですね、ここで正解を言ってしまうと楽しみがなくなってしまいますので、まずは曲を聴いていただきましょう。本日は瓜生隊員がクラリネットのソロを披露してくれます。ぜひ瓜生隊員に注目してください。そうすれば先ほどのクイズの正解がわかります。本日はピアノ伴奏ではなく吹奏楽伴奏でお届けするインマークライナーです。どうぞ。Thank you.
インマークライナーをお聴きいただきました。びっくりしました。何が小さくなるんだろうってね、ずっと思っていたんですけど、聴いていたらまさか楽器が小さくなるなんて、完全に意表をつかれました。でも本当に楽しい曲でしたよね。はい、すごい楽しい曲でした。さて、続いてお送りするのはこの季節にぴったりの曲、松田聖子さんの青い珊瑚礁です。この曲は1980年7月にリリースされた松田聖子さんの2枚目のシングルです。1980年って昭和55年なんですけども、44年前の曲ってことですよね。音楽隊の中でリアルタイムに知っているのは隊長だけじゃないですか。隊長いくつだったんですか。小さい時ってことですね。はい、青い珊瑚礁なんですが、先月6月に K-POP の5人組グループニュージーンズが東京ドーム公演でメンバーの一人がこの歌を歌って、東京ドーム5万人の観客がどよめき、歓声が上がったみたいですよ。 Z 世代にも刺さっとということですね。それでは Z 世代も熱狂した青い珊瑚礁をリリー・エンジェルスの演技と合わせてお楽しみください。
青い珊瑚礁をお聴きいただきました。いや、 Z 世代が熱狂するのも分かりますね。そうですね。さて、曲を進めてまいりましたが、キラッとブラスコンサートも残り3曲となってしまいました。早いですね。続いての曲は何ですか？はい、これまたテレビアニメおよび劇場版ワンピースの初代オープニングテーマとして大ヒットしました We Are です。私この曲大好きなんですよ。はい、疾走感があって私も大好きなんです。アニメにぴったりの本当にいい曲ですよね。本日は吹奏楽バージョンでお届けします。それでは We Are 聴いてください。どうぞ。いただきました。続きましては、私でも、昭和世代に刺さる曲のメドレー昭和歌謡コレクションをお届けいたします。人々の記憶に残り続ける昭和の名曲を集めたメドレーですね。はい、本日は異邦人、時の流れに身を任せ、魅せられて、ラブイズオーバー、シンデレラハネムーン、全5曲をメドレーでお届けいたします。では皆さん、懐かしい昭和の時代にタイムスリップしてもらいましょう。昭和歌謡コレクションです。どうぞ。Thank you.
歌謡コレクションをお聴きいただきました。それではここで隊長の牧より名古屋市消防局からのお知らせがございます。皆さんこんにちは。改めましてポッカレモン消防音楽隊です。本日は、本当にこの暑い中、キラットブラスコンサートに、お越しいただきまして誠にありがとうございます。いつもこのタイミングでですね、名古屋市消防局からいろいろな広報をさせていただいております。今日もいくつかございますので、少し聞いてていてください。まずですね、皆様方、ご来場の際にですね、受付のところで、#7119、それから、熱中症は予防が大事、それから応急手当のですね、救命講習の予定だとかが記載されているチラシを皆様方お手に取られたんじゃないかなと思いますけれども、まずこのシャープ7119でございますけれど、名古屋もですね、このシャープ1119ということで救急車を呼ぶかどうか、これは救急車を呼んだ方がいいのかな、どうなのかなって迷った時にですね、このシャープ1119に、かけていただきますと、どういう症状ですか、こんなような症状ですかということを聞いて、それで、それでしたら救急車を呼んですぐに病院に行ってくださいですとか、最寄りのね、例えば近くの病院の方に、受診していただきますようお願いいたしますとか、そういったご案内をこのシャープ119はしておりますので、ぜひともまた救急車どうしようかなと迷われた時はこのシャープ119をシャープ7119をご利用いただきたいと思います。そして、今日もですね、蒸し暑いですし、この後もう間もなく梅雨も明けるんじゃないかなと思いますが、梅雨が明けるとですね、熱中症の救急搬送がまたぐんと高くなります。つい先日7月の8日もですね、今日もニュースで言っておりましたけれども、名古屋市で1日で631件という救急件数がございました。過去2番目でございますけれども、そういった救急件数、熱中症だけではございませんけれども、梅雨が明けると先ほど申しましたように熱中症が多く見られますので、ぜひともこのパンフレット、熱中症は予防が大事という、この中身をご覧になってですね、ぜひとも皆様方熱中症にならないように、また熱中症で救急搬送されないようなことをお願いしたいと思います。そして、3枚目のですね、救命講習でございますけれども、これはですね、今若い方だと自動車学校ですとかそういったところで、救命講習、3時間の救命講習を受けて普通救命講習修了書みたいなものをもらっていると思うんですけれども、皆様方の中でですね、救命講習を受けたことがあるよという方、ちょっといらっしゃいますね。非常にですね、いざという時には役に立ちますし、このバイスタンダーって いわゆるそばにいた方の応急手当があって、それで救急隊が来て病院に行って、こういった救命の連鎖リレーがあって初めて、命が救われますのでですね、また皆様方、救命講習と受講、ぜひとも受講していただいて、ご家庭もしくはまたこういった屋外いろんなところで役に立つと思いますので、よろしくお願いしたい、受講の方よろしくお願いしたいと思います。で最後にですね、少し防災の話もしたいと思うんですけれども、先月6月3日の日にですね、緊急地震速報朝6時半ですか鳴ったの覚えてらっしゃいますか。びっくりしませんでした。私もすごくびっくりしました。私も思ったんですけど、多くの方がなんでこんな時間にと思ったんじゃないかなと思います。地震っていうのはですね、本当にいつ起こるか本当にわからないなと、あの時につくづく感じました。また能登半島の方々もですね、皆様も、大地震が起こってから半年経ちましたけれども、まさか元旦に起こるなんて誰も思ってなかったと思います。なんでこんな日に起こるんだと、普段私たちが生活している中でも
例えば入浴中には怒ってほしくないなとか、朝ね通勤ラッシュの時に怒ってほしくないなだとか、あとご家族で楽しい遊園地にいる時に地震起こってほしくないなだとか、いろんな起こってほしくないタイミングがあると思いますけれども、自然はねそんなことを構いなしでやってきますので、本当にもしもという時のために皆様方何か準備をしていただきたいなと思います。皆様方も各ご家庭で震災に対するね、例えば非常持ち出し品ですとか、そういったものの準備をされていると思います。それぞれがね我が家の防災ということで、いろんな防災の対策されていると思います。例えばうちでもですね、例えば夫婦寝る場所がですね、1階と2階で分かれております。これは別に夫婦仲が悪いとかそういうわけではなくて、いざという時1階で寝ている私が地震が来たら避難経路を確保する、例えば玄関の扉を開けるですとか、非常持ち出し品を準備するですとか、ガスの元栓切る、電気を切るだとか、そういった役割を私は家庭の中で担っております。そういうふうにですね、例えば自分のご自宅でいろんな防災できると思いますので、もしもという時のために考えていただきたいなと思います。常にやっぱりもしもというこの考えが大事かなと思います。ですので、今一度非常持ち出しの中を確認していただきたいなと思います。例えば靴、こういったですねスニーカーみたいなものって、例えば職場だとかそういったところに置いてますかね。そういったいざ避難するときに革靴ですとかねサンダルですとか、そういったものでは避難しにくいですので、ぜひともそういった靴をオフィスだとか仕事場、そういったところに置いておく、またはメガネをかけていらっしゃる方、私もメガネかけてますけど、予備のメガネをですね非常持ち出しの中に入れておくだとか、いろんなもしもというところを想定されると思いますので、そういった準備をですね今一度皆様方今日ご自宅に帰られましたら一度ご確認していただきたいなと思います。それでは暑いですけれども最後までごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。いよいよ最後の曲になってしまいましたね。そうですね、もっともっと皆さんに聴いていただきたいのですが、時間の都合もございますので最後の曲とさせていただきます。最後の曲は人生のメリーゴーランドです。この曲は2004年11月に公開されたジブリ映画ハウルの動く城のテーマ曲ですよね。はい、作曲はあの有名な久石譲さんで、タイトルのメリーゴーランドを表現するにはこれしかないというワルツ形式が用いられ、久石譲ならではの憂いを含んだメロディーが流れる印象的なナンバーです。曲も美しいのですが、リリー・エンゼルスの演技も途中にワルツを踊るシーンがあり、なかなか見どころがあります。楽しみですね。それでは人生のメリーゴーランドです。どうぞ。
キラッとブラスコンサートを終了させていただきます。ありがとうございます。先月も同じようなアンコールの声をお聞きいただきました。お聞きしました。団長、アンコールの声聞こえましたが。そうですね、会場の皆さんありがとうございます。リリーさん、アンコール大丈夫OK、 はい、リリーさんも OK ですので、じゃあアンコールの準備したいと思います。よろしくお願いします。アンコールありがとうございます。それではアンコールにお答えしてハローファイヤーマンをお聴きいただきます。この曲は日本人の作曲家によって作られた曲で、消防職員、消防団員の勇気と意気込みを奮い立たせるためにサイレンや鐘などを取り入れ、火災現場に出動する様子をイメージして作られた勇壮な行進曲です。聞きなじみのない曲かと思いますが、非常に元気が出る曲ですので、この曲を聴いて元気を持ち帰っていただけると幸いです。それではリリー・エンデルスの演技と合わせてお楽しみください。
本日はありがとうございました。本日ありがとうございました。本当に暑い中最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ここからも消防楽隊はですね、このように演奏演技を通して、これからも皆様方にですね、防災ですとか救急ですとかいろんな消防局の PR をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。そしてまた、キラッとブラスコンサートはこの7月で、終了いたしますが、これからもいろんなところで、ポッカレモ消防隊演奏演技をいたします。どうかホームページですとか消防局のホームページそういったものでご覧になってきてください。それと来年2月には定期演奏会といいまして消防音楽隊の集大成としまして、リテラ金山市民会館でコンサートを行いますのでぜひともお越しいただきたいなと思います。また応募方法等につきましては消防局のホームページ、それから広報名古屋11月号をご覧になっていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。またいろいろホームページやなんかで、YouTube やなんか上げておりますのでご覧になってください。よろしくお願いします。